東欧、トップチームでゴールダッシュ、途中出場から3得点に絡む。ボルシア MG の福田師王が、フォルブナシッターととのプレシーズンマッチでゴールを奪うなどピッチで躍動した。今夏から背番号が49から元ドイツ代表ミッドフィルダーのラース・シテンドル氏が長年着用していた13に変更となった福田は、ボルシア MG の2試合目となるプレシーズンマッチとなったフォルブナシッターと戦に後半から途中出場。すると49分、フランク・オノラとのパス交換から PA 内で受けると、ドリブルで抜け出して最後は左足のシュートを沈めて先制点を奪った。その後も福田はピッチで躍動。56分にも福田を起点とした攻撃から PK を獲得してリードを奪った。80分にも福田のボールキープを起点に再び PK をダッシュ。これをクリストフ・クラマーが沈めて3対1とし、ボルシア MG が福田の活躍もあって勝利を手にした。サッカー選手が化けるタイミングって、環境と、あとは何かきっかけをつかむ試合を経験することだと、長友が話していたな。今シーズンはその化けそうな環境が揃っているんだよな。楽しみ。プレマッチはほぼ毎回得点してる。オランダレベルなら多分活躍できるし、ドイツ一部の下位チームならそれなりの活躍しそう。まずトップチーム定着して途中出場からでも数字出していこう。5ゴールくらいしたら潮目も変わる。福田師王選手は着実に伸びてきてるね。現在の五輪代表も藤尾選手が出てこなかったら呼んで欲しかったぐらいの逸材。このまま行くと細谷と入れ替わって A 代表に入るかもね。シュート精度が素晴らしいし、ボン。手音がめちゃくちゃ強いシュートが、打てるところが今まで日本にいなかった感じ。またボブとか相手に大量得点したうちのほんの一部の活躍か、と思ったら、エールディビジのフォルブナシッターと相手とは。昨季セカンドでは活躍できることは証明したけど、トップの層は厚い。厳しい争いだけど頑張ってほしいね。チェイス・アンリもトップチームに昇格したようだし、福井もポルトガルで頑張っている。いよいよ高卒矢印即欧州移籍の選手たちも躍動し始めましたね。高卒から海外で成功する先駆者になってほしいね。すでに次の世代が欧州の地で着々と成長している。日本サッカーの恐ろしさ。ドイツで13は良い数字。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。